お尻からこう手を手を返そう。そう、そういう感じ。これでいいですか。そう、ものすごい可愛いでしょ。友近も家にクマがいた。そうですね、これですね。かわいい。めちゃめちゃあの抱き心地のいい。もうなんていうのかな、あの素材はなんていう、もう毛布みたいなやつですけど、これはね、彼氏もらったんです。あ、そう。彼氏抱きしめたで。いや、それもやってますけど。奈良さんどうなんですか、そういうぬいぐるみっていうの、今思ったんです。私もクマいますね。なんであんなの好きなよな、女の子。わかんないです、それは本当解明できないです、ね、昔付き合ってた子はもう家帰ったらずっとここカピバラさんを抱いてる女の子がいましたよ、ね、常に何すんのもいつも大事にカピバラさんのやつ抱いて、ほんで飯食う時はあのケツに敷くっていうね。可愛がってんのに。なんやねんそのシビアな飼い方。あくまでも、家畜であるという。そう、さあ次行きましょう。一人だからやってしまうこと、妄想をするという天道さん。何で妄想するの？もしあの一人でいるじゃないですか。うん、その時に悪い奴が入ってきた時、どうやっつけるかっていう。はい、その体勢、もう構え、もう全部あのそれをものすごい思うんですよ。どこにこう行って、はい、なんかを取ってとか、はい、いや取ってくれるんやったらまだねいいんですけど、なんかこうバッと口でも抑えられたらペロペロがいいのか。なんで、何の抑止力もないわ。ほんでここ舐めたら、なんかいやなるか、そんな泥棒も必死な時や。ほな向こうが舐めたらあかん言うて、 VC3000 のラーメンはええわ。それはなんか例えばなんかバット的なものを枕元に置いてるとかやってるんですか。あのね、カレンダーをまず丸めるんです、うん、ほんでこうやってってやったらものすごいほんまに怖いですよ、結構。